日本の魂を投げ込め、日本人初のメジャーリーガー、村上正則。現在、アメリカのメジャーリーグでは、大谷翔平選手が二刀流で大活躍。ピッチャーで160キロの直球を投げ込み、メジャーリーグの大物バッターを封じ込め、バッターではパワフルなスイングでホームランを量産している。まるで漫画の世界の野球選手だ。このような日本人選手の活躍ぶりは、日本人としてとても誇りに思うし、見ててワクワクしてしまう。日本人初のメジャーリーガーといえば、野茂英雄のイメージが強い。突然の近鉄バッファローズ退団でメジャーリーグのドジャース入団は日本中に衝撃が走った。背番号は16。親交のあったトンネルズの石橋貴明が映画「メジャーリーグ2」で日本人選手役としてつけていた背番号であることから選んでいる。1年目から13勝を挙げて大活躍したが、そんな野茂英雄投手より早くアメリカに渡りメジャーデビューしていた男がいた。村上正則。高校時代は控え投手として甲子園で活躍。高校卒業後は大学進学を予定していたが、当時の南海ホークス監督鶴岡の目に留まり、うちへ入ったらアメリカに行かせてやると口説かれる。そして高校在学中に南海ホークスと契約。プロ入りを果たしている。プロ1年目、2年目は全く活躍できず伸び悩んでいた。プロ3年目の1964年、サンフランシスコジャイアンツ傘下の1Aフレズノに野球留学で派遣される。アメリカに渡ったが英語がほとんどわからず、辞書を使ってチームメートと会話してたという。当初派遣は6月中旬までの予定だったが、この年の南海ホークスは戦力は充実しており、南海からの帰還要請はなかったのだ。同年8月29日、試合前にメジャー昇格決定を告げられる。日本人初のメジャーリーガーの誕生だ。南海ホークスはメジャー昇格者が出るわけないと考えていたから衝撃が走った。同年9月29日に9回同点の場面で登板して、11回にチームがサヨナラ勝ちしたため勝利投手となる。この年は9試合に投げ1勝1セーブ、防御率 1.80 の好成績。当然日本の国民もこの活躍ぶりを喜んでると思うが、1964年の日本は東京オリンピックの開催で盛り上がっていたため、村上の活躍ぶりはあまり報道されなかったのだ。1965年もジャイアンツと契約を結ぶ。しかし南海ホークス側が留学中の契約はルール違反とし、村上を帰還させるように主張したことで両球団でもつれてしまう。話し合いは平行線をたどるが、シーズン終了後に南海ホークスに復帰させるということでまとまる。そしてこの年は中継ぎとして45試合に登板して、一時は抑えを任せられるほどの活躍を見せ、4勝1敗8セーブ、防御率 3.75 の好成績を残した。ジャイアンツ側は1966年も貴重な戦力として再契約する意向だったが、野球留学でアメリカに来たことを思い出し、自分勝手な行動はできないと判断して、南海ホークスに復帰した。その後は1982年まで日本のプロ野球で活躍している。数多くの日本人メジャーリーガーの活躍で、村上の戦績は小さなものとなってしまったが、村上がメジャーリーグ挑戦への道を開いたのは間違いない。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。